ちょ待って、どうすればいいんだろう。あいちゃんおいで、こっち。後頭部しか見えません。え、顔すごいよ、あなた顔すごいよ、顔がすごいことになってる。うわっ、ズボンに飛ばしたな。後頭部でいいや、はい、今日のチュールのタイム、チュールタイムですから今日。チュールのさ、この切れ端って痛いよね、絶対。だから手で開けてるんだけどさ、ほら痛いよね。おいしい、おいしいでちゅか。もう食べたら用なしだもんね。ほら、食べたら用なし。ラテちゃん、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 ラテちゃん。え、なにこれ、なに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 今のスタンプ。なんか通過してったけど大丈夫そう。ラテちゃんおいで、おいで。ほらチュール、チュールの切れ端、切れ端じゃない、チュール。ラテちゃんチュール、まだあるよ、ないけど。ラテちゃん、ラテちゃん、チュール、チュールまだあるよ。うーん、外行っちゃった。ダメでした。ティッシュどこですか？ただただ指にチュールつけた人みたいな人になっちゃったよ。ティッシュどこ、ティッシュ、ティッシュない。まあ眠い、眠すぎる。昨日5時に寝た、朝5時に寝て公演してきた。まあ言うが悪いんだけどさ。ラテちゃんは女の子でーす。もうリビングいるやんけ。ありがとう。え、結構ねちょっとねデブ猫まっしぐらかも。普通にめっちゃ食べるんですよ、びっくりするほど食べるんだよね。かわいいでしょ。スカニーありがとう。今日も撮ってか、今日も今日撮ってかわいいですか。ありがとうございます。スカイ様ありがとう。え、かわいい。なにこのギフト。なにこれ。クマちゃんのカバン。クマちゃんの風船。いや、マジで、ヘリウムガスが入ってる。風船、あの浮く風船が大好きすぎて。でも浮く風船ってどうにもないのね、本当に好きなの。だからディズニーのさあるじゃん風船、あれさ、いや欲しかったのに。初めてディズニー、まあ初めてって言ってもディズニー2回しか行ったことないけどさ、どっちと、あ、違う、1回目があの風船あったけど、あ、違う違う、なかったの初めて。もう絶対ディズニー行って一番最初に風船買うって決めてたのに、なかったの風船が。で泣いてた。マジで浮く風船大好きすぎなのね。わかるかなこの気持ち。なんかさ、なんか一回ね、なんかなんていうの、お家を売ってるとこあるじゃん、そこのなんか看板に風船ついてて、で隣にその
何なんて言うんだああいう人はがいて、でずっと風船見てたらくれたんですよその方が。だからマジで風船大好き。え、そうだよ。じゃあ肌色ではない。耳ね、マジイノスケ。え、本当にラテちゃんの耳ってイノスケなの？なんかイノスケの耳ってピンクと灰色のグラデーションみたいな耳なのね。マジでラテちゃんの耳見るたんびにイノスケって思ってる。え、これ本当に何のギフト？ポップコーンみたいなやつ、ありがとう。まあまあ、いい声、楽しかったです。お疲れ様。ありがとう。楽しかったですか？よかった。まあ、安定。何この最高のスタンプ、おもろ。なんかピューンってきてる。それな、嬉しい。あ、来た来た来た。食べたらよなしって、そっちじゃないよ。ゆあだって癒しがラテちゃんなら私の、あれ、私の癒しはゆあでいてくれるんですか？そんなことないよ。何ですか？ゆあに言いたいことがある。ラテちゃんいるのは知ってるよ。ほらチュール余ってるよ。ラテちゃん、なちゃん、チュール余ってる。チュール余ってる。ほらちょっと出るよ。わ、来た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 けど、ほらほらほら、とチュール好きだよね。なんかさ、ね、猫ってさ何考えてんの。あ、まだどこ行った。さ、チュールくれたからちょっとここにいようかなとか思わないわけ。かゆ。ほんとに美女いいかな。なんか悪くない、美女悪くない。こんばんは、 X 見てね。こんばんは。ほら、ありがとう。そう、食い逃げ。ハートありがとう。ポップコーン、ハートありがとう。ハートありがとう。仕事ですか？今日の公演で一番可愛かった12月1日。え、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。もしかしてピアム振ってました？そんなことない。くるみさんの際振ってた。ポップコーンありがとう。今日もお疲れ様でした。ありがとう。明日と明後日も頑張ります。そうだよ、明日さつきちラストだから、マジ緑と白しか振らないで緑と白しか振らないで、みんなお願いだから。まあまあ、ポップコーンありがとう。緑と白だから、みし緑と白ってさ、柏餅みたいな、柏餅です明日はピアムじゃなくて柏餅です。そうだよ、流れ星ありがとう。そうなんですよ、ファンクラブ会員限定版チーム K2G 君がね出演するんですよ。嬉しい。初めてファンクラブ会員なの。流れ星ありがとう。そう、チュール詐欺、ほんとに。なれぶしありがとう。アイレベクマちゃんありがとう。なれぶしありがとう。もう暴れないで。うぅ、なに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 、びっくりした。登ってきた。びっくりするわ、本当に。カメラセットするか。ほら。よし。ちょっと低めですけど、許してちょう。低めの方がいい？もしかして。ちゃん、あ、逃げないで、逃げないで、なっちゃん、ちょっと、はい、閉められた。あ、もうネズミかて、そのすばしっこさは。なりぼし、ありがとう。え、初めてか、いたよね、ありがとうね。もう一致しました、名前とかを。なれぼし、ありがとう。それな、早くね。それな、また言うに。いや、こっちのセリフなんよ本当に本当にこっちのセリフ。
ありがとうございます。アンダーありがたいことに出させていただいてます。あ、そう、ごめんね、メール送れなかった。普通にレッスン場にで練習してたら普通に忘れてた忘れてました、すいません。それな、なんか夜更かししちゃった。かわいい、ありがとう。ポップコーンありがとう。トートありがとう。え、普通になんか TikTok 見てたら普通に5時でしたやばくない？ねえ、ゆっくり休める日ね。ありがとうね。それな、それな、書きれなもね、だいぶやばい。え、二重くっきりして、え、うん、逆に今日二重の調子が悪すぎて、なんかてかめっちゃ痛くて、ここが二重の調子今日悪いんだよラテちゃん寂しくなったの？あじちゃん。見て、この薄っぺらい、もう何もないチュールでもあれ来ます。はい、来ました。ほらほら、あら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 、ちょっとあるっていうね、見えないっていうね。猫の視力って 0.2 ぐらいしかないらしいよ。でもね、思うもん、目悪いよねって。うんもう本当にもう本当にもう、それな、ちゃんと寝ます。キノコありがとう。ラテニャン、ユアニャン兼ラテニャンですよね。疲れありがとう、こんばんは。愛してる、だるまありがとう。お疲れ様兼部会ありがとうね。ありがとうにゃん、見つけました。めっちゃ久しぶりね。確かにめっちゃ久しぶりだ。何してたんだい、またそこ行く。ほんと睡眠不足が見えなかったえ、でも本当にちょっとリハーサルでちょっとこれやばいなって思ってたけど、やっぱりね、本番ってねすごいわ、本番ってすごいわ本当。ホライズンマジ好き。なんかバブルを送ろう。何を送ろうかな。写真送ろう。なんか送ろうと思った写真があるんだよね。これだっけな。これでいいや、これでいいやとか言って。お疲れー。はい、今通知行きました。バブル撮ってる方へ通知が行きましたえ、なにこれ、メリーゴーランドだ。メリーゴーランドっていいよね。ポップコーンありがとう。そうそう、育ち盛りだから。風船ありがとう。ポップコーンありがとう。え、そう、なんか里加穂さんのお家のラテちゃんは全然運動神経が良くないらしくて、クマのカバンありがとう。風船塾ありがとう。トントンありがとう。
そうなの？ショッピングセンターでもらえたの風船。え、本当に？なんで今って風船配ってないんだろう。本当に風船大好きなの。なんかもうこれ多分何歳になっても好きで、風船浮いてる風船ね、あの棒がついてる風船じゃなくて浮いてる風船こんばんは。え、ヘリウムガス売ってんの？100均で。吸ったことない、ヘリウムガス。声変わるよね。え、そうなの全然知らなかった。観覧車じゃない、観覧車じゃない、なんだっけ、メリーゴーランド、ありがとう。バラ取ってありがとう。うん、ポップコーン結婚して10、ありがとう。もちろん、まあまあ。ハウジングセンター、お、すごい眠そう。体操着じゃないよ何ていうのあれは。結婚してありがとう、もちろんじゃなくて、じゃなくてっていうかねえ、風船欲しかったの。あ、そうだよ、まやさんと今日はおしゃべりしました。嬉しい。急にかわいい、顔かわいいねって、なんかさ、可愛いよねって言われたよね、多分出てたんだよね、この風船。あの、家を見てるんじゃなくて風船を見てるっていうね。本当に、いやいやいや、ぜひ来てください、愛知なんで。ん、え、そうなの、水素。観覧車乗りながら DMM で観覧車乗りながら DMM で公演見てた。あ、そういうことか。い、今日のってやつね。え、特定映像ひたすら見てくれたの、ありがとう特定映像ね、お疲れ様です。声出していこうぜ公演で初めて言わね。え、ありがとうね、最善で。来ないよ、こっちおいでって言っても。お疲れ、ありがとう、お疲れ様。ポップコーンありがとう。食べること寝ることが幸せですね。父ちゃんありがとう。いや、ふざけてないよ。なるほど、観覧車の映像は全部ね真面目です。あ、猫は猫で忙しいんだ。そっかそっかそっか。まあ、え、うちの猫チュール食べないの。受験さんこんにちは。うん、マジ、あの9割型チュールだと思います。本当にね、すぐ忘れますね。素晴らしい、あ、猫らしい猫ですかなるほど、ありがとう。どういうこと、意味わからないんだけど誰もありがとう。サツキチ財布ってね、緑と白。確かにチュールあげてる時はいるけど、いやいや、私気まぐれじゃないから。うん、かわいい、ありがとう。ん、ちょ、かわいい、ありがとう。エメル内心まだ見てない。マジ1年ぶり、1年ぶり、ありがとう、1年ぶりに来てくれるなんて。レモさんありがとう、ありがとう、コメントしてくれて。こんばんは。いや、ピアムじゃなくて緑と白。あんた、ありがとう。それな、柏餅。ん、あー、そういうことか、ありがとうね、追加してくれて。ペアも高速で見えないでしょ絶対色真逆なんよ。こんばんは。ねえ、いっぱいあるといい。え、この最高スタンプ何他にないの、最高以外に。あ、本当に、モニミ。いやいや、そうですね、なあ、サツキチ最後ですから。岩はまだ全、あの、いつでもいるんで、サツキチで優先で、優先というか、まあ絶対って言いたいけど。ずんだ餅、
かさ、いっぱいあるよね。こんばんは。当たるから入るね。でも当たる確定なの。まあ、そう。いやいやいや、そんなことないよ。歯医者？いやいや、歯医者なんてずらせますよ。知らないけど知らないけどずらせますよ。ポップカーありがとう。本当にやんちゃですよ。本当に。いやいや、そんなことはないよ。わ、また逃げた。すぐ逃げる。うん、ぜひそうしてください。柏木餅振ってください。柏餅か。なりぼしありがとう。こんばんにゃー、こんばんにゃー。いやいやいや、そうね、そうねって、まあまあわかんないですけどいやいやいや、放置すなバウル放置すな。え、スズランさんって緑と白だったんだ。声終わりの練習偉い、ありがとう。まあそのうちわかります。ポップカーありがとう。まあまあね、みよもらさん思った、 TikTok だと思ったありがとう。明日お仕事なの。珍しい、珍しいとか言って。ねえ、寝てた？ね、寝てるのに配信してた。ありがとう。それな、逃亡。そうなの？え、コンタクトデビューしてる。コンタクトデビューしてる。いいよん。今日も会員ありがとう。なぜには倒しじゃないですよ。猫アレルギーなの。まあ、睡眠不足になりました。ホライズン。違うよ。歌あるじゃん。ホライズンへ走り出せ。ってやつ。おおおおお、そうなんだ。でもさ、猫アレルギーだけど猫好きな人って結構いるよね。こんばんは。ほんと？明日公園いるの？バブル来た？バブル来た。お、明日入るの？え、めっちゃいるじゃん、明日入る人。え、こんな速だね。バブル可愛い、ありがとうございます。皆さん今ならバブル、あの、つき始めなんで、ギリギリつき始めなんで、バブル始めてみましょう。ありがとうございます。返信すごい、すごい、バブルやってる人がいっぱいいるうん、そうだよ。うん、届くとよ、届くとよ、いや普通だよバブカありがとう。リアルタイムです。確かにタイムタイムラグ多すぎ。自分睨んでる。可愛い写真。左分け。あ、本当に白子も写真。あ、え、うん、わかんない。そう、マジ風船大好き。ありがとう、バブル可愛い。確かに限りだね。パプカありがとう。体操行くじゃないし。え、そうなんだ。体調は大丈夫ですね。君かわいいね。ありがとう。ごめん、先生ありがとう。送信をやめた、コメントを送信されてしまう。え、ショールームって送信やめるとかできるの？今日の公演だな、めっちゃ大丈夫。え、ありがとう。ゆあと目合いましたか？お話できました。ごめんは羨ましいでしょう。確かに最善ね。まあもちろん
明日はさつき地公園ですから。絶対ラーメンとか言ってたので名古屋から、ナイス、マジで。あのね、ラーメン本当に食べて。ニャンニャン好きなパンニャンニャン、うん、やって、ニャンニャン。え、待って、お揃いの T シャツ、お揃いいるんだけどそう、ユアが持ってる T シャツとね、全く同じ T シャツを着てる方がいて、勝手にお揃いにココハがめっちゃ笑ってたな。マグロ星ありがとう、バラありがとう。そうだよ、泣くよね、そりゃ。最高、ありがとう。時間がないない、時間がないない、やば、柏餅、モニミ、モニミですね、あれは。クマちゃんカバンありがとう、なれ星ありがとう。え、そうなの、なれ星、くまちゃんハートありがとう。いやいや、まあ確かにね、え、声のやにゃん、そうなんだ。そうだよ。え、会いに来てくれるんですか。今なら11月30の土曜日の一部と二部空いてます。一部と二部空いてます。ポップがありがとう。歯が痛いの。え、いやさ、ちまきわからないんだけど、またありがとう。実はモニカンするよ、もっと前に決まってたら。そうだよね、塾長。さて、公演でした入らないかい。いや、歯医者の人めっちゃいるやん、めっちゃ出ても2人だけどね。来てたね、ハートありがとう。風船ウインクしてうちありがとう。それな、悲しい、寝落ちしてた、危な。いや、遠くから連れてきたらマジ走り回る。おお、すごい顔、マジ。ラテちゃんがさ、魔人ブーにしか見えない寝てるとこ、寝てるとこが魔人ブーにしか見えないです。公園でもう帽子なくてもいるとこ分からなくても、え、いつもなくて大丈夫って言ってるよ。なくて大丈夫ですよ、全然ない方が涼しいと思います。あと後ろの人も見やすいと思います。モンハン懐かしいね、いいよね。そうね、日本文字違う、かわいい、ありがとう。そうなの。え、メガネ、マジメガネ、あ、そうなんだ、まやさんもほら、パブカありがとう。いや、帰属早いから本当。そうです、イワニャンのバブルは可愛い画像と謎の音声がたまに届くおすすめのコンテンツです。で、あのバブルの配信もしてるんで、あ、確かに大根、大根っすね。くまちゃん風船ポップコーンありがとう。元はといえばラテちゃんを抱っこするために置いたので、なれましたありがとう。急に猫がした、ちょっと嫌な記憶ですね。そくろみちゃんなの。あ、もう何の浸透してんだ。ピアマね、 K2 公演。え、そうだよ、観覧車今週までだよ。いやいやいや、行く暇は作るものです。あ、本当に似合う、ありがとう。え、そう、今日ギャギャね、あのユアソロのとこがあったの。もちろんどこにでも気づきますよ。なれ星ありがとう。
追加してくれたの、ありがとう。本当に？え、何？30日まだゼロなの？いやいやいや、早く早くしないと。え？無視されてるの？やばいじゃん。ごめん。かぐや姫決まってます。本当に魔人ブーで、あの顔。歯医者さん、みんな歯医者さんじゃん。いや、ちょっと見せたいところな。あ、起きた。本当に最近顔太ったよね、あなた。またありがとう。ラテブー。え、どういうこと？中学生と思われてたの、いいわ。こんばんは。そう、後ろの人もね、そうだよ。気持ちを。愛してる。ありがとう。大根風呂かな、やばい。まあ、全然持ってってもあり。野良猫猫の鳴き声真似してた。え、すごい。でもユアは野良猫に喋りかけたら返答返ってきた。怪文チャレンジされな。よしちゃんのバブルは、まあ、ユアのバブル経由ですね。握手券開放台、開放台タイムですか。まあ今です、今。パパカンありがとう。スーツで乗るカラーじゃいいやん。初じゃない、そんなことない。またありがとう。え、観覧車ぜひ乗ってください。ニワニャンが一人で笑ってる映像ひたすら見て。山下ありがとう。バブルありがとう。いつもと違う背景一緒です。なれ星ありがとう。ヤーニャのバブルはこっちゃんみたいな布のアップが、何布のアップ画像って。30日初めてだけど、まあ、まずね、初めてですって言って、ヨコニャンさんの推しですって。ニャンつながりですって。30しか行けないから普段より少しだけを、ありがとう。うれぴよ。うれぴよ丸。ねえ、歯医者さん、知ってる歯医者さんってコンビニよりね、数多いんだよ。してた。いや、それな、普通に魔人ブー余裕あったらね。マジお見送りって事故るから基本的に名前呼んでないタイプ。まあでも呼びますか、呼びますか。こんばんは。実物のゆうちゃん清楚ですから。本当にそれな。まあでもラテちゃんは一つ言えるのは、ラテちゃんは太っても可愛いということです。パパカンありがとう。そう、可愛がりすぎてちょっと魔人ブーになった。流れ星ありがとう。え、ネギ振ってる人いたいた。ナスもいた気がする。え、猫がやってくる YouTube あるある。寄ってくるよちゃんと。ほんとありがとう、楽しかった、ありがとう。え、3回だけそれな、してます。ハートありがとう。何枚追加するか迷ってる間にかも。いや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 、5年ぶり、岩は初めて。40代おじさん2人で彼女で岩に、岩に、え、本当に岩におすすめしてくれたの、ありがとう。え、彼女乗ってね、ぜひ。抹茶風船ありがとう。ちょっと落とさないで、棚に入れてるのに服を後ろから押して落としてくるラテちゃんが。知ってた。いやいや、30日も会いたいと思わないかい。メリーゴーランドありがとう。まあ怪我しても言わないタイプなんで。久しぶり雑学です、思った。久しぶり雑学って言おうとした。12月1日しか行けないのに取れなかったの。まあ余裕だったらね、余裕があったら呼びますわ。期待はしないでください。それな、事故られない。
それな、実際事故ってるから普通に。いるよね、ナス振ってる人。重くないのかな、純粋に。ミオクのテンション大好き、最後の最後まで本当に風船ありがとう。まあね、鍋またありがとう。バラありがとう。明太味サム振ったの、あ、紫か明太味って、ん？え、それな、劇場って野菜持ち込み OK なの。熊野さんありがとう。名探偵ありがとう。え、そうだよね、そう、大体みんな言うがね、お見送り何言ってるか分かってないんだよね。でもひたすら喋ってる。観覧車乗ってください。え、観覧車で映像見てくれた、 ありがとう。お、ラテちゃん登った。え、自己紹介、自己紹介来てくれるの横綱違うよ。肌ありがとう。ポップカーありがとう。2周乗る予定、岩が出たらいいね。岩のカード出るんかな、岩推しの人地引きね。早い本当に時間。え、交渉してちゃんと。いやいやいや、確かに。なれ星ありがとう。なんでこんな嫌がるの本当に。でも多分ね、わかるんだよ、あの座りながら抱っこすると嫌がるの。立ったら全然いいんだけどさ、ちょっと座りながらだとね、ダメですね。やば、ちょっと待って、読み断じしなきゃ。闇男女しなきゃ、闇男女しなきゃ、闇男女。ショールームのフォロワーってあんま増えないよね。13位ポンサクありがとう。12位ひであき、ありがとう。11位、ともとも、ありがとう。10位、りゅう、ありがとう。9位、なかなか、ありがとう。8位、よすけ、ありがとう。7位、ルームマン、ありがとう。6位、ぬぽん、ありがとう。5位、にゃじ、ありがとう。4位、つつぽん、ありがとう。3位、げんたろう、ありがとう。2位、こうちゃん、ありがとう。1位、トシー、ありがとう。お疲れ様でーす。それなぁ。え？覚えてるリングさん。え？あなた様なんですか？そうなの？うい。びっくり。読み男女間に合っちゃうから私。え、多分カメラが嫌いなんだよ。そう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 とか言って、ありがとうございました。さようなら。